この日本剣道型は大正元年に各流派の優れた技をもとに制定されたもので、太刀の型7本、小太刀の型3本、計10本より成り立っております。最も理にかなった刀の操作法が組み込まれており、剣道の真髄を追求し、技の見合いを極めた剣道修練の基本となるものです。